栃木の梶田舞選手です決勝はどういったレースをしていきましょうか自力自在で周り見ながら走りたいと思いますでは最後にメッセージをよろしくお願いしますいい仕上がりになっていると思います優勝目指して頑張ります応援よろしくお願いします 愛知の中西カナミ選手です調子はどう見てらっしゃいますか足の調子は悪くはないんですけど風が強くて結構大変ですね今回は決勝どうやってレースをしていきましょうか車番も悪くはないと思うので前前に踏んで着に絡めるように頑張りたいですでは最後にメッセージお願いします精一杯頑張ります応援よろしくお願いします愛知の中島さとみ選手です調子はどう見てらっしゃいますかいける展開に持っていければよかったなと思います決勝はどうやってレースをしていきましょう自分の力を出し切れるように頑張りたいと思いますメッセージお願いします 応援をありがとうございますドレーンに絡む競争ができればと思いますよろしくお願いします兵庫の亀川文香選手です二日目はいいまくりだったですね男で行こうかすごく迷ったんですけどあのまくり切れてよかったですどういったレースをしていきましょう負けないように二連覇目指して頑張りますでは最後にメッセージお願いします一生懸命走ります応援よろしくお願いします岐阜の小坂智子選手ですさあ決勝どういったレースをしていきましょうか臨機応変にいきたいと思います優勝を狙って前々行為行きたいですね <laughs> はい、狙っていきたいと思います最後に一言メッセージをお願いします優勝できるよう頑張ります応援よろしくお願いします 三重の太田美穂選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。決勝はどういったレースをしていきましょう。内容にこだわってしっかり先行して着にも絡んでいきたいと思います。では最後に一言メッセージをお願いします。いつもは応援ありがとうございます。決勝も優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。茨城の荒川光選手です。決勝はどういったレースをしていきましょうか。取れた位置からこう流れに乗っていければいいなと思います。勝てば初優勝、その辺も狙って詰めていきたいですね。<laughs> そうですね。はい、では最後にメッセージをお願いします。えっと最終日も一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。 さあ向こう上面のゲートを出ましてガールズの決勝メンバーがバンクに登場ですマスコットキャラクターはリンリンの妹分プリリンが登場しているようなんですがさガールズの決勝メンバーが今バンクに登場です L 級のガールズ決勝戦いよいよこの後決勝戦が争われます 今年このバンクでのガールズは3回目、まあと10月の最終戦もガールズの開催予定があるんですがさあ今回の北海道新聞社杯いよいよ11レースガールズの決勝を迎えております7選手がスタート地点に集まってきましたではその11レースメンバーをご紹介いたします1番栃木の梶田舞2番愛知の中西かなみ3番も愛知の中島里美 4番、兵庫の亀川文香5番、岐阜の穂坂智子6番、三重の太田美穂7番、茨城の荒川光以上のメンバーの対戦です LQ ガールズの決勝戦距離は 1625m バンク4周での勝負になります戦闘誘導員は今、向こう上面で待機をしていますが小原信也選手です そういたします。さあ、今向こう上面誘導員の野原選手動きまして、この後バンクを反周しまして。この十一です。ガールズの決勝戦は合法になりまして、スタートとなります。さあ、決勝メンバー構えました。前傾姿勢に変わっています。マスコットのリンリンも見つめるガールズ決勝、どう決着しますでしょうか。 今合法になりました第11レースガールズの決勝戦スタートですまずはスタート5番の小坂智子が出ましたスタート早い小坂そしてその後からですが1番の梶田舞です4番の亀川文香がおります2番中西かなみ6番車動いてきました太田美穂後ろからは3番中島里美。 7番車の荒川光前を追っていきますまずは序盤戦3コーナーから4コーナーへ進んでいきます前から行くのは1番の梶田舞となりました現在賞金ランキング第8位という梶田年末のガールズグランプリへこの後も来月いっぱいは気の抜けないレースが続きますここは人気に応えての3連勝優勝となるかどうか栃木の梶田2番手からが5番の 小坂智子、ガールズ2期生、今年デビュー5年目、まだ優勝はありませんが堅実なレースをしています。3番手からは4番の亀川文香です。前走岸和田では梶田、山原らを相手に初優勝を決めていた亀川です。6番は大田美穂、もうすでに初優勝を決めている三重のルーキー、大田。この後地元松坂を前にして今回追加での参加ですが、粘り強い競争をしています。あと2番中西香奈 こちらも112期の新人、決勝に乗ってきました、残りは2周回、後ろからは3番の中島聡美、前々から力を出し切れたいと言っていましたが、今、後方6番手、最後方は7番の荒川光、レースセンス光る荒川、今シリーズは1着、3着での決勝戦です、さあ、前は6番の太田に代わって今、打勝です、ガールズの決勝戦、ジャンがなっています。三重のの新人6番の大田美穂 今日も主導権を取っていくでしょうか2番の中西後位からは1番の梶田舞が追って残り1周最終周回に入っていきます梶田をマークしているか5番の小坂あとは4番の亀川が追走しています最終にコーナー通過逃げていくのが6番の太田美穂です最終バックを過ぎて 後位番番手1番の梶田真衣、じっくり構えていますが、さあ、梶田がラストスパートが、前は6番の大谷穂が逃げている、2番の中西かなみ、その後ろから1番の梶田真衣、5番のさあ小坂、追ってきますが、が1番の梶田先頭に代わって、優勝、合輪です、栃木の梶田真衣、優勝でした、しっかりと勝ち切った梶田、11レース、l ーのガールズの決勝戦、高位3番手から最後はまくり追い込んできました、粘る大谷翔を最後、ゴール前、捉えた梶田真衣でした。 太田が今日も先攻直線先頭で帰ってきて粘り込もうとしたんですが鋭く梶田、前が差し込んできました優勝は梶田逃げ粘って6番の太田美穂も3日間内容はある競争をしていましたが1番、6番で決まったでしょうかあとは3番の中島里美が最後は足を伸ばしてきていました中島が3着1番、6番そして3番という順でゴール入った模様です11レースガールズの 決勝が終了しています函館競輪第9回前節 L 級決勝戦を制しました栃木県梶田舞選手ですそれでは話伺っていきます完全優勝おめでとうございますありがとうございますとても嬉しいです人気に応えてのさすがの強さを見せての直線でした とそうですねもう本当に不甲斐ないレースばっかりだったんですけど今回はすごいいい仕上がりで来れたので自信持っていきましたはいえー、今のレースですがバックの辺りで何度かこう後ろを振り向いてたんですけどもそうですねあの、亀川さんと中島さんがいつ来るかなという,ふうに思ってたんでタイミング見ながら行きましたはい、えー、函館ナイター競輪走っての印象をお聞かせください。 あの初めての優勝で、前回は多分サマーナイトだったと思うんですけど、まあ、優勝できずで、今回、すごいあの勝てて、すごい思い思出のバンクになりました最後にファンの皆様へ、もう一言お願いできますか。はいえっと 自分の母が北海道出身なのでそういう意味も込めて今回優勝できて恩返しできたと思います9月まであのグランプリ審査機関でまだ8番手なのでグランプリのレリう頑張りたいです。応援よろししくお願いしますありがとうございました。